なあ先輩よ、マキマさんって男いんの？なあよ、なあちょっと来い。お前仕事辞めろ。明日も来たらまたボコるからな。なんでだよ。俺の優しさが伝わらないかな。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も給料だけ見てデビルハンターなったやつは全員悪魔に殺されたよ。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。お前さ、マキマさん目当てでデビルハンターなったろ。ピンポーン。じゃあ殴って正解だったな。マキマさんには俺から言っといてやるよ。お前は悪魔にビビって逃げたってな。先輩は優しい人なんだな。おい、俺は男と喧嘩するとき股間しか狙わねえ。俺は今日初めてうどん食ったぜ。フランクフルトもな、初めて人並みの扱いされたし、初めて飯食わせてもらった。俺にとっちゃ夢みてえな生活だ。俺は軽い気持ちでデビルハンターなったけどよ、この生活続けるためだったら死んでもいいぜ。死んでもいいっつうの酔っぱなし。俺だけの命じゃなかった。マキマさんはな、お前みたいなチンピラが好きになっていい人間じゃねえんだよ。ああ、んだよ、てめえもマキマさんが好きなだけじゃねえか。お前マジで邪魔ばっか狙いやがって。やべえ。